こんにちは、カジムです。今回は、プログラミングは不要？ RPA でスクレーピングをやってみたとなってます。前に Python でスクレーピングツールを作りました。音楽の歌詞サイトから歌詞を収集するツールを作りました。で、今回はコードを一切書かずスクレーピングをしてみました。コードを書かずにできるのかと思ったあなた。それを可能にするアイテム RPA をご存知でしょうか？2、3年前から話題になってますよね。初めて聞くという方は AI と同じぐらいめちゃくちゃ重要なので絶対に押さえておきましょう。軽く説明をしていきたいと思います。RPA とはロボティックプロセスオートメーションの略でして、要は作業を代行させ自動化させるソフトになってます。作業工程をロボットに覚えさせて人間の代わりにやってもらうという感じですね。そして RPA というとソフトの中でも世界シェアナンバーワンが UiPath というソフトです。自分もこのソフトとあと WinActor というソフトで開発経験があります。でもこれらを使うには無料だと使用期間が決まってたりとかで手にするのにちょっと距離がありました。ここでなんと先日マイクロソフトからの驚きの発表がありました。 Windows 10 の PC なら Power Automate Desktop という RPA を無償で提供、今後追加費用も発生なしということで、マイクロソフトのアカウントを持っていれば誰でも使える。 RPA がかなり身近になりました。はい、手頃になりましたね。ということで、このパワーオートメイトデスクトップでスクレーピングをしてみました。どんな内容かというと、私のブログ記事にアクセスをして、タイトルや日付、ジャンルをスクレーピングして Excel に出力するというものです。すでにロボットは作っているので、今からロボットがどんな動きをしているのかを見てみましょう。はい、いかがだったでしょうか？すごかったですね。もう人間がいらないのかなと思うぐらいですね。いらないことはないです。頑張りましょう、みんなもね。では最後、RPA をやっておいた方がいいよという話を3つします。1つ目は、RPA と AI で最強の働き方改革という未来。AI というのは、学習能力を持ったいわば脳みそですね。で、RPA というのは、決められた動きをする、いわば手足みたいなものですね。これら両者を組み合わせたら、全く体力が落ちない、24時間稼働し続けられる、もう超人が出来上がりそうですね。はい。でも、間違いなくこういう未来に向かって今進んでいます。で、RPA だけでも年間約100万時間削減したという導入事例ももうだいぶ前に出てきています。これ一人一日8時間稼働できると、仮定すると年、約573人削減ができてしまうという恐ろしい結果が、はい、出てますけど、逆に573人分の新しい何かがまたできるというプラスの方向にも考えられますよね。この流れに遅れないようにぜひ RPA に触れておくべきだと思います。二つ目は、一人一つ RPA の時代。今回のマイクロソフトが行った無償提供。いわば、Excel とか Word とか PowerPoint のように、RPA が PC に標準で入っている、搭載されているとも考えられますよね。もうそれほど RPA というものはより身近になった証拠ですよね。
で、プログラミングができる人だけが効率化していたという現場がですね、今後一人一人が RPA で効率化している現場に変わっていくかもしれません。そして三つ目、プログラミングの練習になるかも。ということで、組み立て方はプログラミングと同じですね。条件分岐やループ、変数など基本的なことは RPA も同じなので、プログラミングを始めてみるという人は、まずフローを形にしていくという練習で RPA に触れてみるといいかもしれません。で、このパワーオートメイトデスクトップという RPA をですね、触ってみたいという方はですね、インストール方法をブログの方に載せてますね。概要欄から飛んで始めて見て触れてみてください。ぜひ参考になればと思います。それではまた次の動画で。